第10代コバム主尺チャールズ・リトルトンは、イギリスの政治家、軍人、クリケット選手、貴族。1909年8月8日に、第9代コバム主尺ジョン・リトルトンと、その妻バイオレットの間の長男として、ロンドン・ケンジントンに生まれる。イートン校を経て、ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジへ進学。1932年から、ウスター・シャークシーで、クリケット選手として活躍した。 1936年から1939年までは、ウスターシャー州、クリケットキャプテンだった。また、国防義勇軍の騎兵隊の将校でもあり、第二次世界大戦が勃発すると出征した。1949年7月に、父が死去し、第10代コバムシシャクイを継承し、貴族院議員に列した。1957年から1962年に、かけて、 ニュージーランド総督に就任した。ニュージーランドにおけるアウトワード・バウンド運動に尽力した。1963年から1974年にかけてはウスターシャー知事を務めた。1964年にガーター騎士団ナイトに除され、1972年から1977年までガーター騎士団騎士団長を務めた。1967年に 数密顧問官に弟子、同年から1972年にかけて、火星長官を務めた。1969年4月に、国防義勇軍のウスターシャーヨ・マンリー及び、女王所有オーリックシャー連隊の名誉連隊長に、就任した1977年3月20日、ロンドンメリルボーンで死去。借位は、長男ジョンが継承した。 1949年7月31日に父の死により以下の爵位を継承した。1942年にエリザベス・マケーグ・ジョーンズと結婚。彼女との間に以下の8死を設けた。ありがとうございます。